メイン端末には化け物がいっぱいいるので、これを目指してサブ端末には頑張ってもらいます。では始めまするぞ。スピードアップ使ってますが編集の都合です。ニャンマ以外の化け物のお披露目開始だな。昨日は失敗したから、今回こそは目に見える成果が欲しいところだな。お値段で察しましたかね。では今回の化け物発表。前田刑事レベル50プラス10本能解放済み。またすごいの持ち出したな。いろいろ解放してもニャンマほど早く再生産はできないぜ。体力はこっちの方は約 1.5 倍。おまけに射程が長いです。それと波動無効。ついでに言うとノックバック2という大きな違いがあるよな。大きな問題は生産性。あと攻撃面で大きな違いがありますが、範囲攻撃と波動無効が大きな売りです。体力半分以下で攻撃力上昇も差が出てくるところだな。ディオラムスクンを化け物にするには色々課題が多いですが、あった押しちゃった。これは1体だけでも攻略できたかもしれません。2回叩けば城破壊は完了するから、イノシャシでないもんな。では化け物候補生の活躍に期待しつつ、ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。極ムズステージも随時公開。ニャンマもしたんだからこっちもやらないわけにはいかないよな。